この絵かねつねは、鎌倉時代前期の苦行。関白大乗大臣。この絵形実の三男。官位は、十一位、摂政、関白、大乗大臣。富士市長者。この絵や四代当主。通称は、岡谷関白。母は表向きには県中納言美賀元、正よりの女ということになっているが、実は、兵部、大輔藤原規定の娘。女王元年元服。 生後位下自重に任じられて、昇殿禁止期を許される。二年後に、イボ兄の左大臣、内通が急死したために、後継者に立てられ、十三未見中納言となる。安定元年に内大臣、管理三年に、右大臣、家庭元年に、左大臣となる。家庭三年に九条道家の娘、紀美子をめとって、長年不仲だったこの江家特上家の和解に勤め、同年に、 8日か,から、四条天皇の摂政の地位を譲られた。略人元年に、左大臣を辞すが引き続き摂政を務める。翌年には、十一位に助せられる。任次元年に、四条天皇元服、果敢のための大乗大臣に任じられ、元服の儀が終わる翌年まで務めた。任次三年に、四条天皇が崩御すると誤佐が天皇の関白に、転じるが、 西園寺工業の圧力によって二条領実に、その地位を譲った。後に義父と共に、関東申し継ぎに就任する。どうかが失脚すると、金常も巻き添えで関東申し継ぎを解任されるが、共に失脚した一条、佐根爪の後釜を埋める形で、法事元年に、御深格差天皇の摂政に再任される。県庁四年に、伊母帝の高塚佐金平に摂政を譲り、 昭華元年に出家して、法名を真理と合して、余生を宇治岡谷僧で過ごした。日記に岡谷関白記がある。孫卑文脈による。ありがとうございます。